鬼が機関銃持たれてるんですよ。鬼に金棒なんだよ。じゃあ勝てねえじゃん。金棒振らないんだ。今日影響力もあるやん。ダイキー・タナカーズ、アスリートチャンネル。さあ、まあ、今回は川崎宗則さんにも来ていただけるということで、まあ、あの来年も、はい、まあ、というか来期も現役、はい、やらせていただきます。おめでとうございます。すごい。43歳、盗塁10個目指して去年は8個、あと2個、くわっ、警戒された。はあ、先生めっちゃ来た。42歳に対して牽制する俺、いい牽制して殺しに来た。ピクついたふくらはぎが。まだ守れる。守りますよ。投げられる。投げますよ、肩まで。いいですね。まあでも本当に体と向き合ってますけど楽しいですね。うん、素晴らしいですね、うん。まだ現役ですからね。さあ、その現役の川崎選手にですね、まあ、今回ベースボールマガジンも週刊ベースボールもですね、本当に週刊ベースボール国内というよりもうメジャーリーグしかなと思うぐらい、こうやってね、大谷翔平選手、関東カラーがたくさんあるんですけど、まあ、今回その中でもちょっと川崎さんに解説してもらいたいのが、うん、福島さんに見てもらいたいのが、大谷翔平打撃の極意。おー、これ前半戦が終わった時ですね、これ出てたんですけど、これもう相当面白いですね。面白いですか。これは面白い。大すごい。まず一番最初に書いてあるのは、自分で思っていたよりもっと上の自分に出会えたと。おー、いい言葉だ。から始まるわけですよ。はい、オッケー。ひも解けますよ、僕。自分を超えてるんだと。ひも解ける。はい。これどう読みますか。あんまりね、本当に言いたくないですよ。いろいろなお世話になったね、はい、メーカーさんもいますんで、はい、言うまで返しません。言うまで返しません、ね、お世話になったメーカーがあると。そうですよ、翔平さんの今回のこの新しい自分で持って上のとこに行けた、これ大輝さん何だと思います。え、バット、うん、バットね、うん、あの C マークのバンドラ製のチャンドラ、はい、僕も知ってます。チャンドラーもマルーチもアメリカのやつ、うん、はい、全部打たせてもらいました、はい、ね、どれだと貸してみて、日本のバットを借り、僕が当時使ってた日本のメーカーさんのバットもみんな使いたいって、はい、使いたい、なんて言うと思います、メジャーリーガーたち、日本のバット柔らかすぎる。そう、柔らかすぎる、柔らかい。ああ、そう、もうちょっと硬いのが欲しいんだ俺。はあ、今日飛ばすためには硬いのなんだ。でこれがアメリカ人の、例えばバティスタとか、僕がアインカーダッションとかがいいじゃん。翔平、今回翔平さん、はい、バット変えたんですよ、はい、でもその前のバットはね、アシックさんを、僕もアシックさんお世話になってたんで、うん、そんなことは言いたくないんですけど、はい、そういうことじゃない。日本のバットも非常にいいんですけど、このチャンドラーのバットの一つの特徴としては、うん、北米で作られたバットってかなり硬いんですよ。あ、北米だよ。硬さが日本はやっぱりどうしても湿気がある、うん、なるほど。やっぱ北米のカチカチに寒いカナダよりの、あ、なるほど、もう湿気もない厳しい環境で、厳しいところでストレスなくギンギンのバットたちっていうのは、うんうん、普通日本人僕らが使っても擦るって感じです、うん、打っても、はい、飛ぶんだけど、しっかり捕まえたら飛ぶけ ど、 なんかね、スイングスピード追いついてない、うん、わけですね。ポイントはすごい近くしてジャンってできる体格、アメリカ人の人たちができることなんて、僕らみたいにちょっと体重で前にキャンって打つのは、そのなかなかこうふわーって滑るイメージなんですよ。あ、でも確かに今年翔平さんがチャンドラーにしたって言った来て、多分バッティング練習を最初にした、このバットを使った時に、え、金属バット持ったと思うんだよ。金属バット持った感じ。これですよね。これですよね。はいはい、そうです。チャンドラー C、そんなに違いますか。だからこのバットを翔平さん打ってフリーバッティング初めてやった時に感動したと思うんですよ。あ、え、うん、反発が違うと。打ち方どうこうはもう全く翔平さんもうバッティングのことに関して打ち方はもうほぼほぼノーステップだし、あと感覚の問題あるから、そこまで変わらないです。なるほど。今回このバットで出会った時の、そう来るか、フリーバッティング見た時に、僕が最初に見たんですよ、今年、はい、うん、あら、やばいやん、これどうしたのどうしたの、打ち方じゃないです、スイングスピード、あー全然変わってないです、もともとすごい、うん、でも、もともとバットを変える人じゃなくて、バットの飛距離を落としてもいいからコンタクトを上げたいって言ってたんだよ、うん、芯に太くね、芯を太くしましたね、足太くした、マシクソの時は、その距離はもう気にしないと、うん、当たりさえせりゃ入るから、なるほど、なるほど、自分なんですよ。でも翔平さんの中で去年、その今年は取って去年、あらあらっていう打球があったんですよ、最初の開幕戦で、はいはい、ありました。そこでうっ、っやっぱりショットと思った時に、この1年間、まあ、もちろんアシックさんも、はい、シンが使ったオフシーズン、
でももう準備してたでしょうね、うん、チャンドラのバットがありますから、はいはい、みんなそれぞれ使ってみたときに、そこでジャッジのバットも使ったときに、うん、からやっぱバットも力も必要かもしれないと、新しい局地は技術的なことではなく道具だと思うんです。今回紐解きましょう。今年から全部どう変えましょう、ね、はい、全て全てニューバランスになり、その、うん、バットも変わった、ここなんですよね。これちょっとね、チャンドラのバット持ってらっしゃる方が僕の知らない方いるんですよ。大谷翔平モデル、ちょっと今度借りてきて、借りてきて、胸く触ってもらって、はい、僕は一回触りました。翔平さんのバット、アシックスのバットもずっと触ってたんですよ、はい、今年のバット触った時、3月です。3月の WBC の時に触った時に、はい、すごいと思った。翔平さんこっち飛ぶわ、これは大丈夫、もうこれで確信した、ホームランになれる。これでもね、すごくて、ムネ君これ読んだのかなと思うぐらいデータで福島さん出てまして、うん、今年スイングスピード、うん、一気に上がっているのもあった、うん、ある、はい、スイングスピードだけじゃなくて打球速度、うんうん、そうですね、うん、打球速度がめちゃくちゃ上がってるんですよ。もう170キロ台なんで、メジャーに行った時から比べて 5,6 キロ違うんですよ。あ、そうですね、うん、で、飛距離、はいはい、なんと今シーズン前半戦、2023年前半戦終わったところで、はい、うん、1位ハーパー、うん、平均飛距離、はい、2位アクーニャジュニア、うん、3位大谷翔平、はい、ハーパー 130.2m、 アクーニャジュニア 129.8m、 大谷翔平 129.5m、 ただ最長飛距離、はい、うん、最も遠くに飛ばしたホームランは大谷翔平選手だけが 150m のホームランです。そうなんです、あった、はい、ハーパーは135、はい、アクーニャ143、うん、大谷翔平選手だけ唯一 150.3。 そうなんですよ。で、去年からね、えぐいですよね、うん、去年からメジャーリーグは飛ばないボールを本格的に使い出したんですよ。だから普通だったらば飛距離は落ちるはずなんだけども、逆に一昨年も上がったんですよ。上がってますよね、ええ、すごいですね。しかも三振減っている、うん、はい、であとゴロは相当増えたらしいですね、うん、ゴロヒット、うん、抜けますよね、シフトがもうない、そう、シフトがないから、ね、それはもう分かってありますね。ってことはもう3割40分50本は、まあ、ずっといける可能性あるってことですね。ありますね、うん、ありますか、うん、シュさんのこのすごいですよ。やっぱりそのショートトレーニング、やっぱり2021年からジョー・マドンが練習させなかった、はいはいはい、ここが一つのキーポイントでしたね、うん、翔平さんにとってトレーニングはもう絶対野球選手にとっては大事なもの、うん、やっときなさい、永遠にやっちゃう、触れちゃう、うん、はい、すごい好きだ、うん、でもこれをグッと抑えたことによって自分の体を回復させる、うんうん、そうですね、こういうテクニックを翔平さんが見つけたこの3年間なんですよね、うんうん、いや本当にこう宗くんの言う通りで、試合前のロッカールーム取材行っても基本休んでるんですよ、休ませようと、うん、でデータはずっと見てる、で時が来たらシャワー浴びて体温めて、うん、最後多分裏でスイングとね、おそらくバットを振ってボールちょっと打って確認してもう出ていく感じ、うん、ほとんど動かないっていう感じがしましたね。すごいですよね、はい、これがね、休む練習というか、え、これって宗くん、じゃあドジャース行きましたってなったらできるんですか、はい、それが同じスタイルでいけるんですか。できます、できます、いける、メジャーは絶対できます、できる、むしろそっちの方が、もう翔平さんも思ってると思うんですが、それができるっす、うん、練習時間ももう大体どの球団 もう確保そんなしないです、うん、あとオプションって言って、うん、チームの監督によるかもしれません、翔平さんぐらいの選手はもう自分で練習できるできないか決めれるんですよ、うん、あ、そうですか、オプションっていう、もうオプションでもう決めるんで、だからありますよね。ただ自分、翔平さんの中でエンゼルスのバッティングピッチャーとか相性があるとか、うん、そういうのも結構気にするタイプだと思うんですよ、うん、なるほど、実は、うん、ね、だからやっぱりそういうところはね、一緒に連れて行けるのかとまた違うんだろうかとかね、どうなんでしょうね。そうですね、あとね、松坂大輔さんが言ってたのはやっぱり、うん、来季は肘を治しながら打席に立つと、うん、だからピッチャーのリハビリをしながら打撃レギュラーシーズン戦う、うん、そうですね、ここの難しさあるんじゃないかっていうことでした。いかがですか。いや、それは確かにね、うん、松坂大谷選手もね、一度経験してますよね、うん、2019年のシーズンにね、そうですね、うん、やっぱ大変だったと思いますよ。それをなんかドジャース行ってやるのか、うん、大輝くん、何やっぱり大輝くん、珍しいですよ、大輝くんも残る、飛ぼう。でも今日福島さんにどうしよう来てもらいたかったのは僕なんですけど、うん、あのでも残るんじゃないかなっていや僕はもちろんその残ってほしいですよ。やっぱりそのチーム愛とかチームの忠誠心っていうものは、うん、やっぱり誰にも日本人は持ってるはずだから、うん、はい、いでもやっぱりね、やっぱ彼の最終目標はワールドチャンピオンなんですよ。そうそう、あと手にするべきタイトルはそこしかないですもんね、はい、で彼は欲張りだから、そのチャンピオンリングをね、いくつも欲しいはずなんですよ。あ、だからやっぱり上昇チームに行きたい、うん、もう9月で終わりたくないですよ。まあでもそうですね、ファイターズの時も2016で優勝して
アメリカに行きました、はい、行きましたよね。クリアするべき課題ではあるんですね、はい、やっぱり特にバッティングのことを考えるとね、西海岸よりも東に行った方がね、大きな数字を期待できるんですよ。あ、そうなんですか。やっぱりね、東の方がバッター入れる球場多いんですよ。あ、そうか。で逆に西はね、ピッチャー入れる球場多いんですよ。そうです。やっぱそうですか。そうです。東やっぱりの方がやっぱ飛ぶというか、ヤンキースタジアム見てください。はい、狭いですよね。狭いですね。狭いし、ホームランやっぱ出やすい球場多いですよ。出やすくしているのが、やっぱ西はなかなかね、その気候のこともあって飛ばない、飛びにくい。ああ、そうですか。でもそれでも関係ない、この翔平さんの本体。上回る。チャンドラ。チャンドラ。皆さん、バッター。あんまりでかい。でもやっぱ日本のメーカーさんもあるんで頑張ってるんで、ただこれ一つの革命的なのが、スイングスピードがこんだけ速い人たちっていうのは、何がバッター僕らと違うのかって時にポイントですよね、はい、打つポイント、打つポイントっていうのは反応のギリギリまで待って間に合うんですよ、はいはいはい、なのでボールを引きつけられるんですよ、うん、普通引きつけすぎたら差し込まれます、ね、差し込まれるし、体の力で打たないといけないんですけど、翔平さんはその辺のフィジカルはもう大丈夫なんだと。なるほど。でもそれに来て大丈夫だったのに飛べな、なんか飛びにくかったという中で、今回のこのバットに出会って、僕はあのフリーバッティングをまずアメリカのキャンプで見た時に、あれと思ったの、うん、やばい、うん、で日本に名古屋 WBC の時来ましたね、はい、名古屋でフリーバッティングしたんですが、はい、ちょっと違う、今まで、まあ、飛ぶんだよ、うん、ちょっと迷いがない。なるほど。打撃の質が違う、もう全然変わった。飛ばす必要がない、なんかバットに飛ばさせてる。昔違ったの、それまでは飛距離を自分の体の中で作ってきたし、翔平さんどっちかというと粘点と自分のフィジカルで作ってたのに、それプラス鬼が機関銃持った感じ。すぐ鬼に金棒なんだよ、うん、金棒が、うん、鬼がパッてきて、鬼がガーッて、それでも強いので機関銃がダダダッと、うん、じゃあ勝てねえじゃん。鬼なのに撃ってきてる、ね、鬼で、機関銃って金棒なら、そこ金棒振らないんだよ、金棒振らないんだ、今日距離もあるやん。あ、鬼に機関銃っていう、うん、もうイメージだったの、翔平、はい、さんの、はい、鬼に機関銃っていう名台詞が、はい、できました。来た、歴史は生まれ変わります。鬼に機関銃で。アクセリアさんで借りるとおいくらぐらいですか、はい、これは1日1万5800円です。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セノビル。